可愛い。ユーピンク紹介したいところだけど、今日はこれにしました。こんばんは。フィー、押してる？こんばんは。そう、今日はね、今ね、KP の劇場リニューアル記念みたいなイベントやってるじゃないですか、カラオケの。で、それを、なんか参加しませんかって来て、でもなんかランキングに参加するのはなんかちょっとあれなので、勝手に歌うだけ歌いますっていうやり取りをしたので、最初のまあ1時間は分かんないですけど30分以上はちょっと AKB の劇場公演曲を歌って、なんか最後ランキングになるんですよね、みんながどの曲一番歌ったかみたいな。だからそのカウントに入るように、はい、ちょっとランキング入りのやつは皆さんにお金使わせるの申し訳ないのと、多分もっと頑張ってる子がいっぱいいるし、まあ私が別にランキング参加したとってあんまランキングには関係ないかもしれないけど、まあ一応でもなんとなくせっかくお話来たので盛り上げる、気持ち盛り上げるだけ盛り上げたいなっていうのがあったので、ちょっと今日は最初はあはーちゃんやってるんだ、てか今日はーちゃんとさっきまで一緒だったんですよ。はーちゃんと一緒にご飯食べてて、そうカラオケ行こうか迷ったけど、あ配信しようと思ったらはーちゃんも配信してるらしい。でも話さなかった、別にお互い。はーちゃんに託しました。私はなのでまず30分ぐらい、これってさフルで歌わなきゃいけないかどうかとか分かんないですよね、皆さん知らないですよね、カウントされるのがフルで歌わなきゃいけないのかどうか知らないですよね、知らない。今日ちょっとまつげマスカラ塗ってないから目薄い、分かんないですよね。まあフルで歌ってた方がいいか、一応念のため。ちょっとフルで歌える曲が少ない気がするけど、まあ一応フルで歌ってみます。30分ぐらいは AKB の公演曲歌いたいと思います。んでそれ以降は、あこれはねネイルはね RMQ のもうすぐね新作フルがいいですよね、きっと多分。そっかフルでやんないとパッて流してやめちゃう人がいる、2番ぐらいまでの人も、どうしよう、これ RMK の新作ですよ。画面が黄色みがかってるのはうちの照明が黄色いからなんです部屋の照明が黄色いのを変えたいんだけど。でしばらく公演曲歌って、まだ元気があったら普通のカラオケ配信したいと思います。まず30分ちょいぐらいは、声聞こえない、あごめんなさい、カラオケ配信に変えます。じゃあ早速やっていきますね。さすがにチーム B の曲からいくか。私がどうしてもねチームずっとチーム B だったので、チーム B 以外の曲がなかなかあんまり分かってないのがあるんですけど、ちょっと最初お腹いっぱいすぎる、お腹いっぱいすぎるからちょっと静かめの曲から徐々に上げていっていい？一応フルで歌っておきます。もし知ってる人がいたら教えてください、フルじゃなくてもいいんですよみたいな。 AKB、 ちょっと待ってくださいね、一旦静かな曲で行かせていただきます。マイク入ってるかな、こんばんは、こんばんは。カラオケ配信とりあえず劇場公演曲歌っていきます。あ、あ、入った、まあね、じゃなくてもいいっぽい。
シアターの女神公園から行こうかな。うわー迷っちゃう。これかな。これ結構好き私。振り付けも含めて。これテンション上がってた。振りも大好き。パチパチありがとうございます。シアターの女神。お、なんでわかったの？バレた。カメイさん、カメイさん、カメイさん、タワー、ありがとうございます。後から来る。天文学的な確率だよね。学者たちも驚いた。コンピューター計算上じゃ絶対何かの間違いだろう。ある日突然に空から降る巨大な。衝突した奇跡の人を何億年に一度きりの出会いだと思う。ありえないんだ、見えないんだ、この広い宇宙で何億年に一度きりの恋のインパクト。信じられない、信じられない、この胸にできてる愛しさの跡。長め星なら見たことあるよ、すぐに消えてしまう。よし、私のとこね。だって燃え尽きないで地上に届いた愛の塊、過去の文献を紐解いてもここまでの、そう、確かな気持ちは見つからない。価値ある人、この世界が変わるような憂鬱だと思う。もっと知りたい、もっと知りたい、
起きた現実、この世界が変わるような星のサプライズ。一目惚れだよ、一目惚れだよ、君のこと待ってた悠久の時。予見の書にも書かれてない心の隕石。そんなバカなと、そんなバカなと何度もつぶやいた。何億個に一度きりのまさかだと思う。会えてよかった、会えてよかった。新しい気持ちが生まれた事実。誰かに話したかった。今僕激してることを世にも不思議な恋愛、私のヒストリー。え、いい曲すぎ。ちょっと待って、クーラー下げる。あ、次。暑かったわ。ありがとうございます。いい曲ですよね。ちょっと充電が持つかがとっても心配。まあ、いけるところまでやりましょう。あ、タワー闇おじさん、ありがとうございます。あとはこのクマちゃんはどなた？ちょっとぜひ分かる方教えてください。あとカミンさんね、さっきの。ありがとうございます。私もちょっと美容アイテムですよね。クマちゃんはどなたかしら。ボイトレもう今してないんです。全然クマちゃんがカミンさん。あ、クマが闇おじさん。闇おじさんありがとうございます。よし、じゃあ次はまあもう好きな曲歌っていくね。これがね、私覚えてきたの。いつも歌いたかったけど歌えなかった、なんか忘れちゃってて、多分歌えるはず。昨日聞いてきた。なぎなべ温野菜来ました。温野菜好きすぎ。横須賀カーブはね入ってないんだよ、確か。確かね。そう、アイドルパジャマドライバー初日とてもでもしか入ってなくて、アイドルの夜明けは3曲しか入ってないの。ひどくない？なんでなの？これ知ってる？このね、チーム B の曲もっと増やしてほしいよね。なんか今日顔漏れてない？加工？時の針たちが重なって逃げてく。目をなくすぎたってネオンが消えない。不夜城を六本木に手が燃えたりとかぼんやりと眺めて、カオスの人並みに飲み込まれながら孤独を紛らせた。スマホの電源をずっとオフにしたまま、始発が動くまでさまよい続ける。誰が私を泣かせた？何に傷ついたのか見えない。血を流して愛に触れたことがないんだ。そんな優しくされたら勘違いしちゃうよ。これは一番だけ、ね、あとさ、サムネイルも自分の曲
充電があんまり持たなそうだわ。やっぱなんか加工かかってる。みっか。ん？ルルルンのパック白だよ。これね、私はこれなの。はじめまして、ありがとうございます。劇場公演でも私が歌ってる曲他のね、誰も歌ってなさそうな人気っぽい曲に歌った方がいいか。何が人気なの？優しい言葉はずっと覚えてる。時がどれだけ過ぎても両手のぬくもり思い出せないのはどうしてでしょうか。ひび割れたその鏡同じように覗いてもギザギザと走ってる悲しみが邪魔をしてる。あの頃と変わらないつもりでも見えない一番だけ歌ってる。どうしよう。何歌おう。あ、よく歌ってるけど歌っていい？そろそろまた明るい曲歌う。何が人気なんだろう。みんな何歌ってるんだろうね。オンリーチューデイも入ってないの、カラオケに。禁じられた2人も入ってない。バイト入ってないんだ。まさかこんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことビッグにしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと周りの友達が林立てる余裕。私はあなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。どうか充電を持ってくれ。65ぐらいしかなかったんだよね。これ歌ってる人多そうじゃない？そんなことない？ララ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 Thank you.
人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく、嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上も向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。いいね。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は、夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、青空を今諦めないで。時には雨だって降るだろう、だから綺麗僕の太陽。太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたって、ディフェンスとか日暮らしとか歌いたいわ。まあ、ついでにこれも言っとこう。もう終わりそうな雰囲気。
今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつか吹いて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、人間関係は面倒だけど一人では生きていけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、住むことを教えてくれる。失うことは何かをいつか必ず手に入れられる。少しずつ暗くなり、夜を描く天線みたいな星たちで、ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう。 Yes、 それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること。いい曲。ちょっとさ、あんまりみんなが知らない劇場公演の曲歌わせて。これ、私はね、このユニットがやりたかったんだ。これできるんじゃないかなって、会いたかった声の時は思ってたんだけど、全然自分が大人だってこと忘れてたの、同期の中で。みんなこれ知ってる？あんまり知られてないか、まあチームメイトとかもやってたから、知ってる人は知ってるかもね。これ会いたかった声の1曲目なんだよ、ユニットで始まるの。めっちゃらしい声。
これやりたかったな。私は涙の湘南だったのよ。次に出て、まあ湘南で出てくるんだけどさ。寂しさはネガティブ、これ知ってる？夏に燃えた恋だから焼けた肌が冷めるように、誰もいない砂浜を歌った。そう、じゃあもう一個のサプチームサプライズの曲も歌っとくね。あー間違えた、間違えた。確かに折り面豪華、めっちゃ緊張してた当時涙の湘南入ってない。こっちもめっちゃ緊張してた。金木星香る頃この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づく。折り面だよ。幸せな日々続くわけじゃない、ちょうど凹む日だってやってくるよ。人は誰でもそんな強くない。たまに生きることさえ嫌になるんだ。自分見失って背中丸めながら下を向いて飛ぼうと思って歩いた。
慰めの言葉は求めてなんかいない、生きているその見たかった、存在するだけで誰かのためになる、命の花になりたい。あれ、あ、合ってる、意外とフルで歌うんです。これの折り面っていうのはありがたいね、本当に嘘みたいな話。木星香る頃、この道をそう歩くのが好きだ、どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づく。木木星その花はどこに咲く、その極みやり直せばいいんだ、この季節またやってくるだろう、近くにいるだけで何かを思い出す、花の香りになりたい。いい曲、いい曲する。ね、今ね劇場公演曲縛りで歌ってるんですよ。でももう30分、え、30分どころじゃない、もう45分も経ってんだけど、いつの間に、早すぎるよ。チームサプライズもう一回これだけ歌おう、一番だけ、パチパチありがとう。もうちょっとした1時間やったら普通のカラオケにします。でも充電が持たなかったらごめんなさい。空が光ってた時よりね、ちょっと待って、もう一回歌わせて、いつ入ればよかったの今。ちょっと待ってよ、むずくなかったもう一回やらせて。まゆきさんありがとうございます。そんな気使わないでください。タワーありがとうございます。ありがたく、ありがたく、タワーを背景に、タワーを前面に。ね、どう、いつ入ればよかったの今の。むずくなかった？どうやって入ればいいの？いつもさ、ライブの時はチッチッチッとか入るんだよ。ちょっと待って。いつ入ればよかったの？あの日は空が光ってた時よりまたときするように、少し遅れて雷鳴そばで響いた。むずかった、クリック欲しかった、チッチッってやつ。校舎の壁に寄せて、僕らは雲行きを案じた。風に待ちて頬に雨粒、帰れないねって君が言った。シャツが汗ばんで息苦しくなる、薬すると分かった思い。じゃあまあ最後かな。
さすがに自分の曲も歌っときますね。ちなみに夜風は入ってないんですよ、これカラオケに。パチパチありがとうございます。まあ一応歌っときます。チョコレート口移ししていつものキスじゃつまんないよ、強引にねじ込んでチョコレートしてで溶けしてあなたの愛を舐めたいの、唇をはみ出してやらしい音を立てる。確かに卒業公演ぶりに歌う。しないね、私たちの自由でしょ、誰かに見られてる子もっと大胆になれる、オープンカフェの真ん中あなたの膝によじ登って、レディーブルーみたいに可愛い女の子よ、青空最後にします。なのでフルで歌います。自分のその気持ちに正直でいたいだけよ、人間は誰だってただの動物になれる、カップのここはこぼして制服に染み広がっても、そんなのどうでもいい、大事なのは今だけ、上空飛んでるヘリコプターの音も何も聞こえない、ライトはそういうもの、チョコレート口をいつものキスじゃつまんないよ、強引にねじ込んでチョコレートしてで溶けしてあなたの愛を舐めたいよ、唇をはみ出してやらしい音を立てる。タワーありがとうございます。サトルさんタワー
ありがとうございます。まあ、わざわざ歌ってるだけなのに、ちょっとこの間に充電させてみよう。気持ち、気持ちね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ今聞こえますか？私の声聞こえてる？聞こえる。よかった。チョコレートは2番の歌い方がポイントで、ジョウをクウジョウをクウってやります。あと歌う前にハッって息吸います。これで誰でも真似できます。ジョウをクウと飛んでるじゃないですね、そうですね、飛んでるで、これ途中うわって広げます。飛んでるヘリコプ、ヘリコプチャーです。ヘリコプチャーの王朝もです。ヘリコプチャーの王朝もで、またな、何も聞こえない、聞こえない、聞こえない、うわいとはどうぽいでしょ。ジョーをくうどんでるヘリコ、あ、ヘはちょっと息っぽくれます。ヘリコプチャーの王朝も何も聞こえない、愛とはこれで誰でもモノモノできますこれあのレコーディングの田中さんがね、歌い方教えてくださって、ちょっと待ってて。この後配信が止まったら充電が残り 20% というところになります。これ貼ります。ピタスみたいな、ピタス喉トローチ、これ歌う時も貼れる。このトローチ、レコーディングエンジニアさん、そう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 、ディレクション、結構いろんな曲のいろいろ歌い方やってくださってます。じゃあちょっとね、今さ何パーあるか確認していい？あと4、今で 20% ぐらい減ってるから、まあ、あと同じぐらいいけるかもしれない。あと30分は絶対できそう。こっから普通のカラオケします。すいません、私は AKB を卒業したのでAKB の楽曲以外もなんと歌えるようになりましたので、こっからただの私のカラオケになります。もしお付き合いしていただける方はぜひ。という感じです。ハロプロ、そう、ハロプロも歌えるんですよ。すごいでしょ？AKB の曲聴きたい方、今多分いろんなメンバーが劇場公演曲の配信やってるので、ぜひぜひそちらに見てください。え、さなつんがはしご酒 YouTube、 え、ぜひぜひ、全然いつでも行きますよ。キュートね、キュート大好きよ。すいません、こっからはちょっと AKB じゃなく普通の（笑）ただのカラオケやります。ちょっと知らない曲も皆さんあるかもしれません。ここはただの私のただのカラオケをちょっと覗いてると思って、すいませんが、よろしくお願いします。夏っぽい、最近これハマってるの、夏の曲。でも私やっぱ世代がもう33歳なので、そういう感じにはなってしまう。正直やっぱ平成女なんです。すいません失礼します。
時代が時代でして、これお使い、みーちゃんパワーありがとうございます。30代はちょうどいいんじゃない。あ、知ってる、夏じゃない、一番の空間ね。だよさんさん盛り上がる今年は、歌いたい気分ルンルン、飲みたい放題笑いたい、揺れる揺れる心にドキドキしたいな、それもそうかな、楽園あああああ、夏だねピーチ、ひっくり返る I know but it ain't the one thing だから、すぐ移転するカラオケ、パチパチありがとうございます。イケパラだね、確かに夏グッバイボーイ、やっぱさよならしよう、気にしないまま、バイバイ、あなたが思うほど純な女じゃない。どうしようかんでバイトしてたら、どのワインなんか仲良くなった、どの愛なぜか胸が揺れる、強引に引き止めてくれなくちゃ帰るわ、門限はわざと早い時間教えるものよ、あなたが思うほど純な女じゃない。 Goodbye boy、 きっと嘘はバレるわ、だから言えない。 Goodbye boy、 もっと好きになったら切ないじゃない。ちょっと好きすぎて泣きそう、やばい、いい曲すぎる。小6の私、最高。強引に引き止めてくれなくちゃ帰るわ、門限はわざと早い時間教えるものよ、うわうわ、おおお、
バイバイ、やっぱさよならしよう、気にしないまま。グッバイバイ、あなたが思うほど純な女じゃない。グッバイバイ、何も知らないうちに振られちゃったよ。グッバイバイ、もっと好きになったら知らないからね。最高。もう AKB も大好きだけど、やっぱハロプロも大好きだからさ、私年季が違う、やっぱりハロプロの方が。ちょっと今ハロプロの夏曲をお届けします。これ一番だけ歌います、すいません、本当にごめんなさい。好きなの歌いな、ありがとうございます。これ知ってます？ハッピーセブン、知らなそう。小5の時の曲です。懐かしい。恋する乙女はチュチュチュルチュ、ガレット初めてあチュチュチュルチュ、海に来ちゃったあどうしよう、恋人もここくんの初めてのシーン、yeah. 知ってる？めっちゃ学校で踊ってた。世代？雑誌でチェキンってあチュチュチュルチュ、ビーチサイドへあチュチュチュルチュ、流行りの海はさすが人だらけ、迷子にならぬように腕を掴んだ。お、なんか固まった。海はみんないちいち、歌詞見れなくなった。オート周りの空気に飲み込まれちゃって落ち着かない、幸せビーム。なんか固まっちゃった。どう？どう？あ、復活した？なんか固まっちゃった。ノリノリで歌ってたら。失礼しました。びっくりしたね。失礼。途中から歌えるのかな？またね、ちょっと 20% の時に。止まっちゃうかもしれないけど許してね。ちょっともうさっきのはもう歌ったことにしてるね。どうしよう、別に夏縛りしなくたっていいんだよね。うわー、どうしようかな。何をもうさ配信で歌ったか忘れちゃった。好きなのでいいですよね。ほんとそう思うんですけど。リップかわいい、ありがとう。フラピース夏色いいじゃん。マジで歌ったことないけど。え、マジで歌ったことない。歌ってみる。かい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 、夏色一番だけ歌います。ユズ意外すぎ。夏縛りになる。
車場の猫はあくびをしながら今日も一日を過ごしてゆく。何も変わらない穏やかな街並み、みんな夏が来てて浮かれ気分なのに、君は一人せいい顔をしてるね。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。大きな5時半の夕焼け、子供の頃と同じように、海も空も雲も僕らでさえも初めて歌ったいい曲、いい曲すぎ。2番は無理か。フリーノートでうとうとしながら夢見心地でよだれを垂らしてる。ちょっとやめとこ、あんまりわかんない。さ、あんまりみんな知らない曲だと思う。私のさ好きな曲これ知ってる？これもちょっと男性の曲なんですけども、結構昔の曲で岡崎体育さんとかがカバーして CM とかでも歌った。このね、深夜高速、これとってもいい曲。あ、天野？なんて読むんだろう。タワー、天野さんかな。続けない。ちょっと待って、止めます。ちょっとね、固まっちゃう。人が多いのかな。あ、高橋優さんもカバーしてんだ。ちょっとさっき、天野キララちゃん、え、アイドルの方ですか。ありがとうございます。天野キララさん、え、ありがとうございます。嬉しい。そんな、ちょっと読み落としてたらすいません。俺の嫁、ちょっともう一回やってみる。そこの曲すごい好きなの。あんまり上手に歌えないんだけど、すごい好きなんだ。重くなってきたのかな。いっぱいたくさん来てくださってて、もう一回すいません。青春ごっこを今も続けながら旅の途中、ヘッドライトの光は手前しか照らさない。枕の道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。壊れたいわけじゃないし、壊したいものもない。だからといって全てに満足してるわけがない。夢の中で暮らしてる、夢の中で生きてゆく。心の中の漂流者、明日はどこにある。生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった。そんな夜を探してる。マジいいけど、でもなんかむずい。A メロすごい。ありがとう。年を取ったら取るだけ増えていくものは何。年を取ったら取るだけ透き通る場所はどこ。時間はいつか終わる、生きていればすぐ終わる。若さはいつもスーパーだか、見苦しいほど一人ぼっち。生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった。
マジいい曲。ちょっと本物が、本物がいいから本物聞いて、みんな本物がとってもいいですから、皆さん。ぜひとも聞いてみてください。私を取ってたらだけ、そう、あんまり私の得意分野の曲調じゃないからあれなんだけどさ。日だまりの歌いいよ。これもだいぶ世代じゃない。ルクプルね。ブタコンで歌ったことあったかな。日だまりの歌歌います。結構90年代モードに入っちゃいました。これも好きだな。私は今
ます。一回ハロプロ挟んでいいですか。いいですか。あ、ランキングもある。夏祭りね。一回ハロプロ、一回ハロプロ挟ませてください。すいません、どうしよっかな。ハロプロの、あ、私って線香花火立てたもんね。モーニング娘。の3、あれモーニング娘。あ、もっと見ようか。モーニング娘。のアルバムとかの夏曲歌っていい？今探すから。全然みんなが知らない曲でも歌っていいかな、夏の曲だったら。今ちょっと夏曲探すから待ってね。私がおすすめの曲を紹介するコーナーだと思ってさ、ちょっと待って、ちょっとでも充電に挿すか。やっぱ線香花火はね夏曲なんだけど、でも確か歌った気がする前。どうしようかな、ちょっと待ってね。モモスって意外とハッピーサム、あ、マンウェディングね。夏曲意外と少ない。あ、真夏の光線だ。思ったより少ない、びっくりしている。絶対前も歌ったけど、その線香花火という曲を歌ってもいいですか。本当にアルバムの曲で誰も、すいません、知らないかもしれませんが、2枚目のアルバム、2枚目のアルバムの曲、ごめんなさい、1番夏曲ということで、すいません、お願いします。いい曲なんですこれ、本当に本当にいい曲なんです。聞いて、夏の曲、線香花火知ってる人多いか。後で歌おう。いつの間にか季節が変わる、この恋に貴重を棒に説明よ。信号が赤に変わるたび、キスするふりはやめてよ、恥ずかしいから。二人で一つ手に持った線香花火、あなたの目に映ってる日がとても綺麗だわ。二人の心の中の線香花火、ずっと消えない花火にしよう、って誓ってくれた。Forever。 いい曲。小2でこの曲がいいと思った自分に拍手を送りたい。もいかせていただきます。今の曲は線香花火です。ぜひ覚えて帰ってください。私の曲じゃありません。小2の時から今の曲が大好きだった。確かにもう2時間以上やってん、歌いすぎじゃない。もうメロンクエンビルあるね、夏の夜はね。青い空が微笑んでくれた、ドライブなんて答えにこんな日もあるのね。ああ、いいことが重なりすぎてるわ。雨男の壁が口笛
これ元気じゃない気がする。ちょっと待って。スマイルスマイルスマイルだと思う。待って。あ、やっぱり元気キープラス1だった。やばくない？やばすぎ。オタクすぎ。絶対変だと思った。失礼しました。これだ。スマイルスマイルスマイル、どんな笑顔を見せても心の中が読まれそう。大人ぶった下手な笑顔じゃ心隠せないんだ。嫌い嫌い、どっち行けばいいの？これ大好き。上に行けばいいのか下に行けばいいのか、いつも迷っちゃう。多分下がメイン。どっちだと思う？みんなは。季節を感じてさまない、いつも二人で言いたいの。わがままなんかは言わないんだけど、二人で言いたいの。なんか変な感じ。去年はどのことさまない、どんな風に過ごした。やっぱ下だよね。ジェラシーなんかは感じたの、いや気持ちだから。あの純なだけ。あ、上の人も。私の中に For you、私がいるわ。ワンチュン、可愛くなれない私、あなたの腕に飛び込めなくて、拗ねたり泣いたりして。スマイルスマイルスマイル、唇見つめないで、心の中が読まれそう。大人ぶった下手なメイクじゃ隠せない。大嫌い大嫌い大嫌い大好き。あ、私前さ、ソニーさん歌ってたっけ。うわー、津軽海峡の女懐かしい。え、歌ってみていい？ね、私さ、カレーライスの女歌ったよね前。歌ってない？どうだった？と歌えないかもしれないけど、一回こっち入れとく。わ、トロピカル壊してる。 20% になっちゃった。やっぱ歌ってたよね。これ知ってる？ソニーさん。あ、歌ってたよね。これもめっちゃいい曲なの。でも歌えないかも。私ソニーさんの曲大好きで、アルバムとかもめっちゃ買ってた。あとナッチの妹の阿部あさみさんの曲もめっちゃ聴いてる。これもいい曲。
きなり消えたらどのくらい私を探してくれるかな。友達とっても彼氏が先だし、元彼なんかもいざの時いない。私だけじゃない、ご本人も歌ってなさそう。いっそこっちに帰ってみようかな。ちょっと待って、ちょっと一旦阿部あさみさん見ていい？あー、一曲しか入ってなかった。じゃあトロピカル恋して歌うね。なんか夏っぽいし。マジいい曲。ソニーさんのアルバムと阿部あさみさんのアルバムマジでいい曲多いよ。ありがとうございます。本当に言い忘れた。夏の妙な雰囲気でついうなずいちゃったけど、パパやママにどうやって説明しようかな。トロピカル恋してる格安ぶたり旅、トロピカル夢の島、彼は噂のセクシー以外懐かしすぎる。これだな。今テンションが上がってるから元気な曲にするわ。こんな曲が欲しいな、ソロで。これはね、後藤真希さんの曲。なんかまだトロピカール恋してるな。現職ギャルは旗に行くべ、趣味は料理で行くか。現
ガリ弁タイプも派手に行くべ、ヤンキータイプも派手に行くべ。待って、当時以来に聞いてる。なんか低いね、やっぱり。なんか低くない？でも合ってたかも。私があんまり最近聞いてなかったからかしら。おお、これで合ってるんだ。合ってました、すいません。一緒です。なんか低くない？なんか一人の終末って信じられないほどマジやばい。合ってた。この時とばかり女を空磨きまくって、マジやばい。彼氏ができた時そんな夢がどうむのコンバイブ、一回りが引いちゃうくらい。なんかなんかやっぱ低いかも。合ってんのかな。友達決していがち恋、私が最後の彼氏でしかいいんだもん。泣いてない、夜は果てに行くべ、趣味は料理で行くか、現職夜は果てに行くべ、お漬物も派手よ、スポーツタイプも派手に行くべ、道端タイプも派手に行くべ。本気でごめんなさい、結局ハードルばっかりだった。そういうとこあるね。うわ、どうしよう。歌えないかもしれないけど入れちゃうね、ごめんね。もう私のハロ、でももうちょっと充電切れるから、そろ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 かもしれない。ギャン、あややとミキティ知ってる？ピンクのさ、ちょっとケロケロの服のさ、うわ、歌えるかな。望み事を空に叫んだ、大声がかすれてた、恋人にさえ話せ、困ってること全部。100年後の未来はどんな表情で笑うのかな。恋人たちはこんなに愛し合えるのでしょうか。抱きしめたあの夜の約束が気になる友情。私私私本当に守れるかな。また会えるだろう、緊張な青春の瞬間、孤独なのを忘れるほど美しい瞳だった。今夜ありがとう、今夜ありがとう、明日からのずっと先でのどんな場面も受け止めるよ。ありがとう、ありがとう。待って、最高すぎる、泣いちゃう、最高すぎて。やっぱ私のほぼ全てはハロプロでできてるわ。 AKB 入るまでは。うわー、これ歌えないか。うわー、あーうるさい。あー無理か、無理そうだ。歌えないかもしれない、あんまりうまく。すいません、ごめんなさい、本当にハロプロばっかり歌ってます。でももうそろそろやめますんで許してください。最近これハマってんの。一
支部の人だけめっちゃ盛り上がった最高って言ってる人も何人かだけ。ねえ、ももちのあの曲のタイトル何？そどそど好きなんだ好きなんだっけ好きか聞かせて Do you love me? ってやつ。あれ入ってないよトベリーズ工房のアルバムの曲とってもいい曲知ってる人いるのかないなそう。ギャグ100回分それ入ってなかった
ついにバッテリーの限界がやってきそうです。チチチチンチチチチンチチチチン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 愛あなたいちょうだい。温泉旅行なんて、うわダディルデドダディ懐かしすぎ。悩みね、これだっていい。私がさ小学校2年生の時にさ、なんかすごいいいなって思った曲でもちゃんと歌詞まで聞いてなかった。最後はみんな愛してる曲ですけど、一旦これまで歌わせて、切れたらごめんなさい。あややの愛の最高。これめっちゃ昔の曲。これよくねライブの最後の方に歌ってたの、モーニング娘。チーム K が歌ってそうじゃない悩みのないような顔をしてそこそこの格好で時代の思う。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、また 10% が出てきます、すいません。どこ意をしたりサッカーでもいい野球部もいいブランドがいい Everybody Everybody それでいいのかい青春すぎる。ギリギリまで粘るんだからね私は、うん、まだまだ歌いたいのにさ。だけど一人じゃあ退屈でどうすりゃいい。あやばい、カラオケ開けなくなった。メールを送っても帰りがない、小遣いも足りない。あ、ダメだ、繋がんなくなっちゃった。立ち読みすりゃ雨が降ってきた。ダディルデのダディみんなの衆みんなの衆ほんといいのかい青春。あ、電波がなくなっちゃった。助けて、なんで。まだ行くよ、ギリギリ。一回きりの青春、おやおやおや、だからいい。あ、やっぱ通信失敗しましたね。あ、行けそう。
てる。え、今何？もうやばいよ。ちょっと刺すね。 5% 終わるかも。最後に何歌う？先にランキング読みます。まゆきさん、まことさん、トビーさん、マリオさん、みちゆきさん、ミントちゃん、サトルさん、えにょきさん。え、これ累計だから違う、間違った、こっちだ。え、どっち、これどれ読めばいいの。ライブランキング、滝川夫妻、これ、まゆきさん、まいなちゃん、トラッキーさん、ひのりんさん、サトルさん、やみおじさん、みちゆきさん、香港ゆきりん大好きな亀井さん、天野きららちゃん、ありがとうございます。こっちでした、失礼しました、間違えました。あれ、今刺したら急に 10% まで復活したんだけど、すごい。モバイルバッテリーすごいじゃん。でもこれね、また10が近いと10で一回止まっちゃうんだよ。いただきー、ってかそもそももう12時までだよねこれ。おやおやおや、最後になんか出て終わろう。どうしよっかな。迷っちゃう、どうしようかな。え、時間制限ない？ AKB だけもしかして12時までなんて。え、もしかしてそうなの？そういうことですか？パー、しょうがない夢をいびと。え、 AKB だけ12時まで？え、そうなの？え、え、知らなかったんだけど。え、 AKB ルールだったんだ、無敵じゃん。え、そうなの？まあみんな寝たいと思うからあれだけど。え、知らんかったわ、なんだ。え、マジで知らなかった、ショールームの決まり方になってた。じゃあ AKB の人があの12時になったらバチンって聞いてたんだ。知らなかったわ。いたきりの青春、こいつに。ねえ、 TikTok 見すぎて覚えたんだけど雰囲気こんな感じじゃない？こんな感じでしょ、すごくない？見すぎて覚えた。ダルルルルルルル、いい曲。僕たちの関係を誰が知る？ダダ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 。ちゃちゃんちゃ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 、合ってるでしょ？よかぜの仕業入ってないんですよこのカラオケ。
ゃんち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 ゃん、ソレスのね、ソレスの緊張した、タンタンタンチュ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 ン、うん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 、ダメだ、もうたまんなくなった。今実はその充電してるんだけど、もう 12% から動かなくなっちゃった。お似合いじゃないか、うん、もう皆さんいいですからね、あの全然あの切ってください、そんなもう長くはやらないですけど、ちょっとだけ溜まった分日本私は TWICE のコンサート見に行くの、今週最高に楽しみ、嬉しすぎ、天気もなんとか持ちそうだし、日本語も英語もどっちもありそう。この日のために考えたよ、どっちを選ぶってみ、 Yes or Yes、 おっと TT、 まあ一応日本語にするか、まあ別に黙ってんで、どうしよう、頑張ろう、頑張ろう、ベイ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 、初めましての方、一回止まったら皆さんリロードしてください、私のバッテリーのせいで途中で止まってしまう可能性が大いにあります。今 12% あれ楽曲ダウンロードできない、この時間混むのかな、もしかしてダメだ、読み込めない、うん、ちょっとぐるぐる回ってる、困った、なんで、で 10% になります、 10% になったし歌も歌えなくなったし終わったかもしれない、もうでも、 もうほぼ最後らへんと。マジで焦っちゃって見つめるだけで何もできない、 baby 想像してその名前も呼び捨て、 baby知り合う前なのにね、だ待って、日本語で歌ったことない鏡の中キックショークショーク、今度こそトントン、私からな違うけど違うだけで Oh no、 合ってる、なななな口さんで満たしらそうね、どうしてそれだけで涙が出そう、 I love you
知らんかった。ちょっと日本語も頑張って覚えときます。じゃあ最後にしよう。もう絶対に切れちゃうわ。どうしよう。うわどうしようマジで意外な曲歌って終わらせます。マジで誰も当たらないと思う。最後です。切れたらごめんなさい。絶対に誰にも当たりません。なんで私もこの曲歌おうとしてるのかわかりませんが、なんでマジなんですぎ。フレンチキッスです。いやこの前ソロ本でね歌う曲探してる時にこれもちょっと候補に入ってて、結局ロマンスプライバシーにしちゃったんだけど、これも候補に入ってた。人は生まれるとき誰かを思って生まれてくるらしい。言葉口に出せず、ただ切なく泣くしかなかったかな。あなたと知り合って懐かしい気がした。どこかで出会ってたように、最初のメールを打ちながら遠い夜の日思い出してきた。きっと偶然なんかじゃないね。初めから二人は恋してる。これ振り付けあれですよ。どうしても君が好きだとアイドルなんかじゃなかったら振り付けてくれたチーム S のさくらさんの振り付けです。時の川を越えてようやくあなたに気持ちを打ち明ける。好きという言葉はそうどこにも書いてはいないけれど、何度も話してたやりとりの続き自然に送ったみたいに、最初のメールの返信は君のことを知ってた気がする。同じ感想を持ったなんて、巡り合う前から恋してる。あと6%、やばい。最初のメールを打ちながら遠い夜の日思い出してきた。きっと偶然なんかじゃないね。初めから二人は恋してる。またやりますね。今日はね劇場公演曲イベントに合わせてやってみましたが、ありがとうございました。スクショタイムいきますか。一応ありがとうございます。
っと待って、汗かいちゃった。はい、スクショタイムです。はい、ありがとうございました。ということでカラオケ配信めちゃくちゃすごい長い時間やりましたけども、2時間ですか。ありがとうございました。まだあるかしら。あ、7パーになった、よかった。はい、ありがとうございます。今週は土曜日、隅田川花火大会の中継に行きます。私は中継先から中継でお届けしますので、テレ東で放送されます。なんか TVer のリアルタイム配信もあるみたいなので、テレ東見れない方もよかったらぜひ一緒に花火見ましょう。ぜひぜひ。そんな感じ。あとカンコレとかもありますね、1日に。着々。あとまあユーピンクの新しいアイテムだったり、マスカラも、今日ちょっと塗ってないですけど、マスカラも再入荷したりとかしますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。ちょっと毎日暑いのでね、皆さん体調に気をつけてお過ごしください。またやってきます。ありがとうございました。今日からこんしてません。ゆっくり休んでください。遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、おやすみなさーい。